皆さんこんばんは、 MK です。ルイージマンション3パート25やっていきましょう。今回から14階のディスコフロア攻略していきたいと思います。まずはここにピカッとすれば何か出てくるんでしょうか。お金、宝石は、宝石が欲しいんですけど出てこないか。まあ入り口にはありませんよね。まだ調べることができそうですけど、あれ、調べても特に何もないのか。ダークライトを当てれば何か出るとかそういう話でもないと。わかりました、じゃあ進んでしまいましょう。なんだ、あ、地面か。地面を全部白くするのかな。こうやって歩いて、はい、全部白くしました。そしたらあれ、ここを踏んで、あっち側、あ、グイージか。グイージを出して2つ同時に踏む必要があるんですね。そしたら今度はグイージをこっちに運んでからここを踏んでいく。そしたらここか。なんだ、いつまでやらせるんだこれは。はい、これで、おお、終わったみたいですね。びっくりした。階段が出てきました。じゃあ下に降りていきましょう。グイージさんお疲れ様でした。下に行けば何かあるの？宝石とかだったらありがたいんですけど。何何、あ、すごい、めちゃくちゃ大量なお金がありましたよ。これはどうやって開ければいいんだ。あ、グイージか。グイージで行けば特に開ける必要もなくゲット。 OK。 ディスコフロアで隠し金庫に忍び込んだ。うわ、めちゃくちゃお金手に入るよ。え、いいのこれ、もらっちゃって。とんでもない量の札束なんですけど、これは全部もらってしまいましょう。見つけたもん勝ちですよ。おっと、そしてクリスタルも一つありました。ここのクリスタルはヘッドホンの形をしているんですね。結構おしゃれなクリスタルですが、なんか上の部分すぐ折れそうだな。そしたらここの、札束も全部回収していきましょう。やば、はい、これで全部取れましたか。 Y を使えばここが取れるとかそういう話はなさそうですね。わかりました、ここはダークライトとかも関係ないか。じゃあ進んでしまいましょう。こっち側にも何もないよね。なんか下の方は怪しいけど、あれ大丈夫。こっち側なんか怪しくない。そんなことないか。うん、じゃあそんなことはないということで進んでいきたいんですけど、どっちだ。待って、こういうのはだいたい左なんですよ。左側から進んでいきましょう。全然違った。これは、あ、回すのか。はい、これをぐるぐる回して、なんだろう、おー、隣に、おー、なんか壁がせり上がってきたよ。何、そしたらどうすればいいの。え、 ZLZR 違うな。え、なんだ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 。これをぐるぐる回すでしょ。そしたらグイージか。グイージを使ってこいつを Y でさらに、引っぺがす。違うな、 ZLZR で、おー、あ、なるほど。ここジャンプすればコインが出てくるっていう、このレンガブロックなんだ。そんなことある。お、そしてクリスタルも一つ手に入りました。これはありがたい。なんかマリオファンにはたまらない要素でしたね今のは。そしたらグイージをしまって進んでいきましょう。もう何もないよね。じゃあ右側に行きたいと思います。こっちが正規ルートなのかな。なんだあれは、ジャージを着たお化けなんでしょうか。ちょっととりあえずわかんないんで進んじゃいましょう。え、何この部屋、この部屋に入ってレジかな。レジを開ければお金。なんかレジの中からお金を勝手に盗んでいいのかはちょっと微妙なラインなんですが、何びっくりさせないでくれ。そしてなんだお前は。はい、こいつ、待て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 。はい、こいつピーカットするでしょ。そしたら後ろ側に回ってこいつを吸い込んでいく。いいぞいいぞ。紫お化けが来る前にどうにかしたい気持ちはあるんですが、はい、もっと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 吸い込める、もっと吸い込める。はい、どうかどうか。紫いたな今。一瞬左側に紫お化けが見えましたよ。今度はどこ行った、赤色どこ行った、紫でもいいぞ。はい、ここピカッと言って、どっちもいた、どっちもいたけど先に吸い込まれたのは紫でした。そしたら紫からやりたかったけどどっか行っちゃった。じゃあ赤からやっていきましょう。こいつはあとちょっとですね。はい、ドッカンで OK 倒した。そしたらあとは紫だけなんですが、どこ行った、紫奥か、これ奥に行くのもあり。あー待って、進めない。どこだ、ピカッとすればその辺にいるんだろう、どうせいないな。え、待てよ、急に出てくるの禁止ね。はい、ピカッとやって、いないな、どこ行ったあいつ、ピカッとやって、なんだよ来いよ。なんで、あ、いや待って待って、そっちだな。はい、ここピカッと、そっちかい。はい、ピカッとやって、え、どこ行った、嘘でしょ、あ、いたいたいた、待て待て待て、はい、ここ、はい、ここピカッとやって OK。 どんだけ姿をくらませばいいんだ、どっか行っちゃったしよ。え、待てよ、これは黙っているのが正解なんでしょうか。ここで黙っていればその辺にいるんだろう、 OK。 そしたら後ろに引っ張っていきましょう。ドッカン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 で OK。 なんとか倒しきりました。そしたらなんだ、そっち側に入れそうな気がするんですけど、どうやって入ればいいんだ。あ、ここか、ここ ZLZR で開けて奥に進んでいく。なんだこの辺のものの中にクリスタルとかが隠されていそうな気がするんですけど、ないですか。一応全部引っ張っていきます。そんなお金出てくる、え、袋
服の中にどんだけお金が入っていたんだ。はい、これも引っ張って、その懐中時計みたいなのも気になるんですけど、とりあえず無視しちゃっていいんでしょうか。ここのレジは大丈夫？レジをガタ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 させればなんか出るとかそういうのあります？一応 X で調べられるみたいですけど、中からはお金。それだけ？なんかありそうじゃない？あ、こっち側入れるのか。待てよ、そこは？なんもない？じゃあ進んじゃうよ。こっち側に進んでこれだな。はい、ピカッとやれば中から宝石が出てくると思いますが、そんなことある？これか。これをくるくる回す。あれ違うか？ ZLZR？ 違うな。Y か？これ9番で、なるほど。ただ待って待って待って。はい、9番をつけてこれをひっぺがしていく。そしたら裏側から雲がめちゃくちゃ気持ち悪なんだ。ね、めっちゃ、気持ち悪すぎる。うわ、鳥肌やば。マジか、今めちゃくちゃ鳥肌立ったんです。金色いた、金色いた。オッケー。なんだってんだよ、もう。めちゃくちゃ気持ち悪いじゃん。そして、何？ここは？覗ける？覗けないみたいなので進んでしまいますか。この辺は？服装一応全部引っ張っていく。何もなさそうじゃない？クリスタルとかありそうな気がしたんだけどな。上か、なんか上の方の、待って待って、なんか上がってってない？ちょっと待って、ちょっと待って、服を引っ張れば引っ張るほどなんか上がっていってるような気がするんですけど。終わった。中からクリスタル出てきました。よし、オッケー、これで3つ。結構今回ペースいいですね。残り半分ですよ。そしたら、はい、この辺のお金も回収していきましょう。待って、今回だけでめちゃくちゃお金手に入ってるよ。こっち側もやっていく。まあもう同じ感じでクリスタルは手に入らないとは思うんですが、一応全部引っ張っていきましょう。全部引っ張れば何か出てくるとかありそうだよね。ないね。もうないですか。まあ同じ部屋にはないか。じゃあ進んでしまいましょう。ここの部屋もまあいいよね。そしたら待てよ、上か。上が本命なんですけど。待て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 、落ち着け。そしたらこいつ、待て待て、こっちおいで、こっちおいで。はい、ここでドッカンってするでしょ。そしたら待てよ、早くしてよ。はい、これヒップも引っ張っちゃうよ。じゃん、はい、これ引っ張って後ろにドッカンで倒して、ダークライト。もう倒し方は分かってるから全然難しくないんですよ、あなたは。そしたら呪い玉をすべて吸い込んで、オッケー。で、中からクリスタルですか。はい、開けたら中からパールと、なんだ、紙コップみたいなものが出てきたんですけど、あとは関係ない？あ、ここだ。待てよ、これはくるくる、あ、回すんじゃなくて引っ張る。そうすればグイージで入れるところがありました。よし、グイージさん、あっちに向かってください。はい、中を通って、中から何か出てくるんでしょうか。お金、お金だけか。クリスタルあるかなと思ったんですけどね。これはくるくる回す？違うよね。 Y？ 違うよね。 ZLZR 違うな。じゃあ進んでしまいましょう。残り3つのクリスタルなので、さっさと入手していきたいんですけど、この辺にも何もなさそうだな。壁になんか仕掛けがあるってことはないと思うんですけど。何？ルイージがびっくりしてるよ。大丈夫？進むよ。何だったんだ今のは。そしたら扉を開けて、なんだここは。思いっきりディスコルームですね。おっと、あった。最後のボタンがありましたよ。あれ入手したいんだけど。何？ステージが思いっきりせり上がって、あれ？階段ができたよ。行っちゃっていいの？なんか罠だと思うけど行っちゃいましょう。そしたらルイージさん、恐る恐る15階のボタンを取っていく。やった。もう帰ろ、いいって、誰もいないから。帰ろ帰ろ。うわ、そんなことしてる暇ないって。喜んでる暇あったらダッシュで帰ろよ。ほら、しかも落とすしよ。なんで落とした？おー、なんか後ろからアフロの DJ お化けが出てきました。ノリノリだね。なんかいいなこのお化け。はい、キュッ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 とやっていますけど、待って待って、そのボタンが欲しいんです。どこ行くのボタン。待って待って待って、何何何。あとは誰かいるんだ。さっきのあの、なんだ、壁に描かれていたお化けたちなんでしょうか。頭の上にボタンを隠してしまった。待って、真ん中だな。場所を覚えないといけない。あれ、どこ行った？待って、どれがボタン、どれがボタンだかわかんないんだけど。何、何が正解、何をすればいいの。はい、前にお化けが出てきた。何何何、ステージをただただ見せられているんですけど。おー、ルイージもノリノリ。いや、ルイージさん、ノリノリでやっている暇はないんですよ。はい、ここピカ、全部先に吸い込むよ。違うんかい。 ZLZR か。はい、 ZLZR で、おー、待って、お前じゃねえな、お前じゃねえな。はい、ここ ZLZ、 おーっと、あったぞ、ボタンあったぞ。あー、なんでパスしたの。ちょっとちょっと、それ返して。何すんだよ。そしたらあいつを見逃さないようにしましょう。いるいるいる。ZLZ、 あー、もうわかんない、もうわかんなくなっちゃったよ。あと、もう適当にやるしかないね。そしたら、おーっと、いたいたいただ。はい、こいつ ZLZ、それ返して。何？あ、君ピカッと、一体ずつ吸い込んでいけばいいのね。そしたら、ドッカン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 で、オッケー。とりあえず1体倒しました。残り何体だ？
どんどんステージは進んでいくみたいですが、なんかこれ面白いな。今回のやつ面白いですね。そしたらまた踊っている。はい、ここはまた ZLZR で邪魔していきましょう。誰が持ってんだボタンをよ。10ずつ食らうのもちょっとあれなんですが、 OK、 あった。それ返して、はい、あいつがキャッチした。そしたらあいつの場所を見逃さないようにしましょう。で、はい、くる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 回って、どこ行った、どこ行った。一応今んとこ目で追いかけているよ。そいつそいつそいつ、分かってる分かってる、私は分かってる。その一番端っこ、そいつそいつ、こいつだ、 OK。 なんとか見つかって、はい、ここピカってって吸い込んでいく、 OK。 これでボタン手に入るっしょ。はい、ドッカン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 で OK。 ボタン超大台、ボタン超大台、 OK。 なんとかボタン手に入りました。終わり。え、はい、ボタンが宙を浮いて、なんだよ、なんで取るんだよ。うわ、隠したし。おお、顔見せた。結構美人さんですね。アフロが非常に似合っている。え、どうすればいいの今度は。おお、アフロが今度は直接こっちに来ましたよ。直接対決なんでしょうか。レコードを片手に持って、なになになに、え、何するの。え、もうボス戦、じゃあ戦うよ。何してんの。これ、はい、回して、何、 ZLZR 違うな。はい、そしたらピカってって、え、どうする、何が正解だ、何が正解なのかいまいち分かっていない。もう食らったじゃん。もうこれステージの上にいないととりあえず話にならないと思いますよ。おお、危ない危ない。はい、でこれでレコードを全部落として、レコードとりあえず当たんないように全部落とす。そしたら、なんだ、あのアフロをどうにかしないといけないんでしょ、どうせ。なんだなんだ、ピカッとするのはまだ早い。なんだ、Y、違うな。ZLZR をこいつに直接ぶち当て、多い。結構食らうな。なんだ、この円盤をとりあえず、おーっとっと、アフロ外れた。今のうちに吸い込んでいきましょう。嘘でしょ、どこ行ったもん。なんで今のでミスった。はい、ZLZR を近くで撃ってピカッとしていく。そしたら、なんか髪型がちょっと思ってたのと違いましたね。アフロはかなり持っていたんだと思います。はい、そしたらドッカン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 で OK。 残り262、結構食らわせました。あと2回ぐらいスラムに持っていければ倒せると思いますが、はい、 ZLZR で、はい、これは対抗していく。いいぞいいぞ。でクルクルが終わったところで、またこいつに直接 ZL、 もう結構近くまで行かないとダメですね。はい、でピカッとやって、思ったより弱いぞ。いけるぞいけるぞ。こいつ倒せば終わり。ここのフロア多分違うとは思う。うーわ、まあそうなるよね。わかりました。はい、でここでまた ZLZR、 おい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 、はい、ここ痛いな、結構食らうな。そしたらそこでまた、うーわい、待てよ待てよ待てよ、思ったより強いぞ。はい、 ZLZR でその DJ もー、そしたら近くに行ってやりたいんだけど、その状態じゃ無理なんだよね。そう、両手に持った時に近づく。はい、でここでびっくりして吸い込んでいこう。 OKOKOK。 でそこのね、あのカセットに当たらないようにしないといけないので結構大変なんですが、はい、ドッカン、 OKOK、 いいぞいいぞ。残りどれぐらい、100切りました。100切ったんだったらもう次回簡単だったった、次は簡単だと思うんですが、結構飛ぶね。やばいよやばいよ。まああの金色のをやめて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 、金色の骨は持っているので、そんなに、あだだだだ、ゲームオーバーになることはないんですが、そしたらもう一回ステージの上に戻っていきましょう。そしたらここか、はい、 OK。 そしたらピカッとやって吸い込んでいく。もういけるっしょ。はい、これで後ろにスラムをドッカン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 で OK。 なんか思ったより簡単なボスでしたね。最後まで踊っている。 OK、 吸い込んだ。終わり。え、なんか14回早くない？今回1パートで終わっちゃいそうなんですけど、また猫か？あれ大丈夫？いや猫は吸い込んだもんね前回ね。多分もう野に放たれてはいないと思うんですけど、とりあえず取りますよ。まだある？まだあるんか？とりあえず、おー、ルイージノリ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 で15回のボタンはゲットしたんですけど、あれ終わり？本当に？待って、なんか、あ、これか。とりあえずグイージでこれやりましょう。多分クリスタルが手に入ると思うんですけど、2人でここに行くと、なんだそれは。とりあえず吸い込む。これを、あれ吸い込むじゃないの、 X で調べる。これを調べれば、あ、なるほど、できるんだな。じゃあ久しぶりにやっちゃいますか。思いっきりこいつら吸い込んでいきましょう。はい、トン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 。うわ、やば、なんかめちゃくちゃ高そうな機材なんですけど、これ吸い込んじゃって大丈夫ですか。うわ、後ろなんだ、アフロの、え、何これ、アフロ室があるんですけど、とりあえず全部吸い込んじゃうよ。はい、ミラーボールも、おー、いいね、マジでやばいじゃんこれ。改造オーバーキューム、すごっ。はい、でこの壁ももう、壁もろとも全部吸い込んでいく。いいぞいいぞ。そしたら待って、もうちょっと右側行きたい、もうちょっと右側吸い込みたいんですけど、そっちまで行きますか。うーん、ギリギリなんか届かないな。待て待て、なんかねカメラの関係でちょっと難しいんですよ、そっち側が。とりあえずなんだ、もう少し前に行ってこの辺も吸い込める感じ。この辺のレンガも吸い込んでしまいましょう。 OKOK、 終わりか。じゃあとりあえず戻りますか。戻ってこのまま奥に進んでいきましょう。こんにちは、何かありそうだよね。
ZLZ あれ進めないな。もうちょっとだけ壊す必要がありそうですね。じゃあはい、ここで、これをつけて、どれぐらいまで吸い込めばいいんだ。ここも吸い込む、ここもはい全部バースト吸い込んでいく。いいぞいいぞいいぞ。もうちょっといけるんじゃない、もうちょっといけるんじゃない。さあもうちょっと近づかないとダメ。近づきながらこいつらも全部吸い込んでいきましょう。結構ね、動ける範囲が決まっているんですよこれ。待てよ、これね、押した時のこの方向によってね、範囲が、うわ待って、これ違うな、範囲が決まっちゃうんだよね、この押した時の方向によって。そしたらここで調べればいいのか。ここで調べる。そうすれば前の方に向いて、オッケーオッケーオッケー。はい、ここで吸い込んでいきましょう。もうちょっといけるでしょ。オッケーオッケー、いけるぞいけるぞ。はい、この辺の電飾と部屋ごといけそうじゃない、なんか思いっきり吸い込んじゃってるよこの辺も。はい、この辺のネオンライトも全部吸い込んで、いいぞいいぞいいぞ。そしたら今度はこっち側か。あ、 R スティックでこれ方向変えれるんだ、今知った。でここも吸い込みましょう。ここのこのスピーカーも多分いらないと思うんですけど、あれスピーカーは吸い込めない、わかりました。そしたらこの辺のこれ床は大丈夫、全部吸い込まなくて。もう終わったかな。吸い込めるもの終わったみたいですね。じゃあ進んでいきましょう。こっち側は、あそこピカッとするんだな。はい、ここピカッとすれば何か出てくるんでしょうか。何、左右に階段ができましたよ。それだけ。何ができるようになったのかいまいちわかりませんが、じゃあとりあえず待てよ、こっち側行ってみる。他にも何かありそうですよね。ダークライトか、ダークライトで、いや違うな、この辺のアフロ、アフロを全部吸い込んでいきましょう。どこかにクリスタル隠されていないですか。なんだなんだ、コウモリかい、やめてくれ。そしたら、ああ ZLZR したらアフロが大量に落ちてきた。一応この辺も回収しておきましょう。なんだよコウモリ、やめろ。はい、ここピカッとやって OK で、このなんだヘッドホンは、このヘッドホンが実はクリスタルでしたとかっていうオチでもないのね。アフロ全部吸い込むとかじゃ関係ないよね。これはなんかできそうじゃない、吸い込む、違うな。これ Y をここにぶち当てる、いや違うな。 ZLZR でもうこっち側には何もないのか。一応アフロも吸い込んでみます。なんかアフロ吸い込めないところにあるなそれ。ちょっとそこのアフロ吸い込めないので諦めましょう。これはなんかそこの上のアフロだけちょっと静止しているのも気になるんですけど、何もなさそうですね。わかりました、じゃあ戻りましょう。で右側の方に階段ができたと思うんですけど、こっち側が正解か。こっち側に行ってこれか。はい、これをぐるぐる回していく。そうすれば何が起こるんだ。はい、ぐる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 回ってすごい音楽を奏でている。でどうすればいいの。あ、待って、両方やるんだ。なるほどなるほど、ルイージをこっちで奏でさせておいて、そしたらグイージであっちに向かうんですね。ちょっと時間かかりますが、最終的にはどういう音楽になるんでしょうか。はい、階段登りづらいんですが、なんとか階段を登って、こっち側も吸い込んでいく。でこれもくるくる回すでしょ。そうすれば左右の、おーおースピーカーが鳴って、なんだなんだ暴走している、大丈夫か大丈夫か。上のミラー、わーミラーボールが落ちてきた。で中からクリスタルですね、これはありがたい。そしたらルイージに視点を戻していいんだよね。あとはこっち側には何もないな。じゃあいいよ、進んじゃうよ。これだけ。だとしたらあと2つあると思うんですけど、2つもなくね。うっそ、あるか。なんかこの辺やっぱ怪しいよね。なんもないか。でもちょっとわかんないから、じゃあ戻りましょう。まあ戻ってる最中に何かあるかもしれないですしね。今回のなんだろう、パートちょっと短すぎるんですよ。パートっていうかこのフロアがね、フロアが短すぎるから、まだ何か起こってもおかしくないんですけど、なんか起こるでしょこれ。起こんないの、進んじゃうよ。本当に待てよ、ここはなんか怪しいよねさっきから。ダークライト、いや違うな。レジを調べても何も出てこない。こっち側、こっち側のこれをどうにかするとかそういう話。 ZLZR 違うな。終わり、終わった。14回進んじゃうよ。じゃあ、うわー、ほらもう終わってないんだって。はい、そしたらこいつは、どこ行ったどこ行った、こいつを吸い込んで後ろにやって、タタフザムでドッカン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 で OK。 そしたらこいつらもまた吸い込んでいきましょう。どん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 スラムを使えば、あー、タタタタ、嘘でしょもう。まあいいや、じゃあ同時にこの辺吸い込みたかったけど同時は無理。そしたらスラムでまた引っ張って引っ張って、ドッカンドッカン、ドッカンドッカンで OK。 そしたらまたこいつを吸い込んで後ろに OK、 いいぞいいぞ。この調子でどんどんやっていきましょう。まずこいつを吸い込む、たらこいつもハイピーカットやって後ろ向きに、さっきのお前らまだ諦めていなかったんだな。はい、でドッカン OK。そしたらこの辺も一気に吸い込んでいきましょう。一気に行きたかったけど、待て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 、おお一気に行った、素晴らしい。
で終わり？終わりか？もういいんだな。進むぞ。いいんだな。待って、上は大丈夫？なんかこの辺も怪しくない？そんなことないか。まあスタート地点にはもうこの仕掛けがあったので何もないとは思うんですが、え、いいの？終わった？14階、めっちゃ早いじゃん。じゃあ進んじゃいましょう。15階のボタンをセットして。怖いな。ここ最後のフロアですよ絶対。待って、次回が最終回か。あ、でもあれか、宝石集めとテレサ集めはやるんで、そこやってから15階行きます。待てよ、じゃあそうする？ちょっとだけテレサ集めとかやります？なんか15回行ったらストーリー進んじゃいそうですよね。じゃあその前にちょっと撮ってないテレサとかその辺集めましょう。今回もちょっとだけできると思います。じゃあ1階からやっていきますよ。1階はあれですよね、一番最初に入ったフロントの場所だと思いますが、おっと待って、テレサが反応している。なんだけどその前にここにクリスタルを発見しました。はい、これを後ろにドカンとやってクリスタルとりあえず1つゲット。これで2つ目か、残り4つあるみたいですね。待てよ、テレサが非常に反応している。ここか？違うか？待って、一応調べましょう。ここを調べて中からテレサは出てきますか？あれ？出てこないよ。おー、どうした？あー、テレサ。あ、なるほど。そっちに行ったんですね。待って、まずい。これはどうすればいいんだ？そっち側とりあえず追っていけばいいんですか？やめて。やめてください。はい、ここもまたピカッとして。あれ？でも反応しないよ。なんか、反応が弱いな。どっかに行っちゃったってだけか？テレサさん、どこにいるんですか？多分どこかで強く反応すると思うんですよ。あ、待って、クリスタルがあった。あれ欲しいな。どうすればいいんだ？ ZLZR？ 違うな。ダークライト？あれ違うな。あれは何？どうすればいいんですか？とりあえずこの電話に出てみますが関係ない。あ、 Y か。Y をここにぶち当てる。そうすれば、いや違うな、何かをぶつけるのか。かぼちゃか。かぼちゃをここで吸い込んであそこにぶつけていく。違うな。え、そんなことある？これだと思ったんだけど。あれ違うね。待てよ、テレサが反応してる。ここか？いや違うぞ、もっと強い場所があるな。いや、ここじゃないな。え、なんだ、どこだどこだどこだ、この辺？いや違うよ、多分ね、これ強さが関係してるんですよ。あ、待って、ここ、ここか、ここ調べる。はい、ここを開けたら違うな。全然わかんなかった。そっち？待てよ、これ多分ね、あっちに行っても今度違うんだよ。強さなんだこれ、コントローラーの。そうやって最初説明受けましたよね。こっち側に行っても違うんだよ。もうちょっとこのコントローラーが強く反応する場所があるはず。こっちじゃないな、こっちじゃないな。こっち側に来るともう弱っちゃってるんで、こっち側か。あー、ちょっと強い、ちょっと強いよこの辺。あー、待って待って、強い強い強い。この辺じゃない、この辺じゃない、ここじゃないの。待て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 、この辺めっちゃ強いよ。これか、これじゃないか。ここテレ、おお、オッケー、いました。そしたら、はい、ここダークライトだな。ダークライトでその辺にいるんだろう、テレマンさんよ。オッケー、いた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 。そしたらここ実体化させて吸い込んでいく。はい、ここで下を引っぺがして、はい、ドッカンドッカンドッカン。あー、もう連打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 、いけ連打いけ連打いけ連打いけ。オッケー、とりあえず残り10回にしました。どこ行ったあいつ。ダークライト当てて、オッケー、そこにいました。はい、で実体化させたらこいつを引っ張っていく。で後ろにドッカンドッカン、これ連打連打連打。はい、ドッカン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 、オッケー。なんとかテレサ1匹目捕まえました。これでまあ合計2匹か。なんか1回だけ捕まえましたよね、地下2階だったかで。まあそれはいいとして、じゃあ今回はこれくらいにしておきますか。じゃあ次回は1階のクリスタル集めからやっていきたいと思います。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。